アントニオ・ブラム氏は、イタリアのマルクス主義思想家、イタリア共産党創設者の一人。戦艦期のイタリア、ベニート・ムッソリーニ政権に投獄されたが、その後獄中で執筆したノートで展開した様々な思想概念が、後世に大きな影響を及ぼした。サルデーニャ島のアーレス生まれ。父親は、村の役人であったが、権力闘争に敗れて、刑務所に送られ。 母親の手で育てられた。また生後間もなく、背中にこぶができ、身体障害者となった。小学校を卒業後、家庭の経済的事情により苦学しながら、1911年、奨学金を得て、鳥の大学に入学する。この頃にはすでに、イタリア社会党の機関紙アバンティを購読していた。大学入学以来の友人に、トリアッティがいた。 1913年、イタリア社会党鳥の支部に入党。第一次世界大戦では、他の社会党員が出生していく中で、身体障害により徴兵免除。1915年、人手不足となった、社会党機関紙、アバンティ。鳥の支局に入る。大学は中退した。1919年、トリアティ、アンジェロ・タスカラと共に、社会主義文化習慣紙。 オルディネイコールの応募を発刊し、労働者による自主管理を軸とする工場評議会運動を展開。工場選挙闘争をはじめとするトリノの労働運動に積極的に参加。1921年、イタリア共産党の結成に加わり中央委員会委員に選出され、192223年までイタリア共産党代表としてモスクワに滞在し、 コミンテルン執行委員を務める。また、この地で、ロシア人のユーリやア,アポロニエーブな主人と結婚した。モスクワ滞在時に、ムッソリーニ政権により逮捕状が出されたために、帰国不能となり、スイスに滞在。この頃、グリゴリー・ジノビエフの後押しで、イタリア共産党書記長となる。翌1924年、会院議員に選出されると、議員の不逮捕特権を利用して、 イタリアに帰国、すでに22年に成立していたムッソリーニ政権との対立姿勢を鮮明に示した。しかし、ムッソリーニの勢いは止まらず、1926年、まさに亡命しようとしていた時に、寸分違いでファシスト政権に逮捕され、20年4ヶ月の禁錮刑判決を受ける。幼児期より体に障害を背負い、また病弱でもあったが、友人の経済学者、 ピエロス・ラッファなどによる支援により、獄中においても本や雑誌の購読を続け、また執筆の許可も得て書き始めたノートの数は30冊近くに上った。このような獄中生活の中で、ヘゲモニー論などのグラム氏の試作の大部分がなされた。しかし、韓国内の非衛生的環境と虐待により、グラム氏は健康を害し、1933年末から、 入院の上治療を受けたが、1937年4月、景気減免による釈放直後に脳一血で逝去した。ありがとうございます。